はい、小暮隆史です。さあ、第2回、栃木から、栃木群馬から、はい、小暮隆史のどうなってるのっていうコーナーですけど、はい、あ、そういえば、はい、土曜日の日に、はい、オートスポーツスーパーナイトイン富士、編集長が出て二言ぐらいしか喋んなかった、いや、もうちょっと言ってましたよ、さっき動画見たら土屋さんと、はい、脇坂、谷口、はい、小暮選手、安田ひろの、はい、安田がいたね、はい、井口さん、井口も3ことぐらいしか食べたかったですよね、まあ、少なかったですね、ですよね、そういうのがあったんですよね、はい、あの雨の中 P5、はい、駐車場に約、はい、どのぐらいですか、500人ぐらい来てくれたんですかね、ですかね、来てましたよね、うん、はい、なんだかたくさんいろんな裏話して、はい、よかったですか、いっぱい喋っちゃって土屋さんとか、いいんじゃないですか、大丈夫でした、多分、でもあの中で結局ね、タクティンは優勝して、うん、あの乗ってる、あ、そこ部長じゃないもんな、小暮何位だったの、いや、これ何位だったんですか、ね、5から5だったと思います、はい、で、まあ、まあ、あの時いろいろ喋ったんですけど、まずね、なぜ今回の富士ホンダが早かったのか、うんうんうん、なんでですか、やっぱりインタークーラーが冷えるようになったからですか、それあると思いますね、熱がいでも言ってたじゃないですか、周りのレギュレーションはおかしいからもうちょっとどうにかしてもらいたいとか言って言ってたじゃないですか、あれだって富士のホームコースなのになんでレクサスが一番速くないんですかとかって、やっぱりあれホンダが速くなりすぎたんじゃないですかって言ってたじゃないですか、あれが僕も同感ですよね、今までやっぱり私が言ってたみたいになってる、あのね、レクサスってホームコース5月の段階でも日産勢が300キロ出てて、で今回もいろいろ見てたらもう32号車とか18号車とか300キロ言ってたじゃないですか、やっぱり13キロ軽くなったんでしたっけ、そうです、13キロで、なおかつ、ね、冷却が見直されてみたいな感じになって、はいはい、それでやっぱりあんだけの、なんていうんですか、突然、うん、羊なんか狼買われたような感じになってですね、で、結局レクサス勢が、ね、ストレート一番遅いと、うん、どうなってんのって言っても途中でエンジンの仕様とか変えられないじゃないですか、やっぱレイアウトとかなんかいろいろ変えないとダメじゃないですか、だからあれに対しては、もう桃が言った通り元に戻す方がね言ってたじゃないですか、ホンダやっぱりもう勝ったから勝ったからいや、いいですよ、もうとりあえずあの部長が勝ったから、はい、いや、それはね、モンモンが言ってたらもうそれはおめでとう、全然いいんですけどでもやっぱり次の鈴鹿に向けてはあれか ね、はい、ね、もう一度戻るんだったらレクサスデーバでこれまた一本こうストレートでも勝負できるような状態、うんうん、でも次はレクサス来るんじゃないですか、いや、でもな、ちなみにどうですか、平野さん次何号車、いや、36、36ね、36ね、いつもね、思うんです、すごい思うし、うんうん、そうですね、すごい、あれ言ってたよ、どうしたのロシターとかずっと言ってたじゃないですか言ってないどうなんですか、あれだって中島和樹の追い上げとか半端ないでしょ、そうですね、すごい、富士も、はい、どうしたのロシターちゃんみたいに言ってたじゃないですか、言ってない、ね、まあでも本当に言ってましたよね、フェイスルームで、だからあれ、ね、言ってた言ってた、あれ逆にね、ちょっとなんか、なんていうの、噛み合いがね、そうですね、東條さんがあーって言いながら和樹になって、言ってましたね、早いのにもったいないって言ってましたね、うん、言ってたじゃないですか、言って早いのもったいない、イケメンなのにもったいないまあイケメンですけどじゃないですかね、だから今後ね、だから36予想するんですけど、はい、やっぱり ね、ロシターちゃんがね、うん、でロシターちゃんね、やたらうちのピットとかね、僕らのとこ来るんですけど、なんか若干上からのような感じなんですよ、みたいな頑張れよお前らみたいなノリなんですよ、あれがね、性格がポップですもんね、そうで関口と話してて、これ絶対俺らのことなんかおまけみたいな感じであいつって言ってちょっとね、その辺がね、すごい気になってるんですよ、なります、どうなんでしょう、でアンドレ・ロッテラとかも来てくれて、はい、で中一とはどうなんだよって考えたけど、で結構真剣な話をしてる感じですけど、ロシターは、これお前らの天気どうすげえ、なんかすげえ軽いんですよだからあれでコースアウトとかなんかした時にやっぱりロシターって思ってる思うお前もうちょっとと思うとかあるんですよなんかもうちょっと落ち着きじゃないですけど、なんか全体的にね、だから結構思うんですよね、だからそういう部分だと36、まあじゃあもう鈴鹿の予想しちゃいますか、じゃあまずは平野さんがなんとなくまだ、はい、ね、なんとなくですけど、はい、ちょっと平野さんどうですか、ハイダンホッシオはそうなんです、そうレクサが一番早いと思うんで、うん、まあその中でも36、36、ウエイト的には39でしょ、そうですね、39、39、はい、ですね、19、まあ19、はい、19、まあでも今回はもう長丁場なんで、うん、もうなんていうの、
生き残り合戦みたいなのがありますよ ね、まあ、すね、何が起きるか分からないという、うん、ただあと読めないのが NSX の排弾砲仕様が実際どうなのよっていうのが、うん、まだ岡山ではそんなに見えてなかったじゃないですか。そうですね、あとジョーカーと呼ばれてる部分がもうね、日産を投入しますけど、しました、はい、じゃあホンダは、うん、レクサスはとかあるじゃないですか、うんうんうん、どうなんですか、聞いてないですか、ジョーカー全然知らないです、小暮だけですか、やっぱりジョーカーっていうホンダのジョーカーはあれだから面白いですよね、僕もあんまりルールそこまで詳しく見てなかった、うん、あ、はい、その年間1回だけこう変えられる、うんうんうん、でも来年はなんかもう変えられないみたいなですね、だ今年だけなんですよ、そのジョーカーを。なるほど、で、日産出しました、うんうん、ホンダ小暮出しました、じゃあレクサス開幕から切ってるじゃないですか。開幕から出てますね。ジョーカーですよ、いきなり、ね、だけど、レクサスのジョーカーは聞いてないですか、レクサス。聞いてないです、誰だろう、誰ですか。いや、誰とかじゃない誰とかじゃないですけど、ジョーカー。でも今の段階でですよ、はい、僕のところにそのジョーカーの連絡は来てないわけですよ。と、うん、いうことは、1000キロのジョーカーないですね。2、3週間、3週間前かな。でしょ、申請しないといけないでしょ。ということは今の段階でないってことは、日産がそのジョーカーを踏まえた上でまた鈴鹿も来る可能性がでかいと思います ね、あとはやっぱ夏場のミシュラン、うん、これ気になるところですよね。46もいつも予想するんですけど、ね、46ね、46は今回はそうか、予選が下だったからという部分と、ただタイヤ的な部分とそのトラブルさえなければ結構やっぱ元々上位に行けるポテンシャルがでかいですよね、はいはい、やっぱ天候と多分ね、あれね、雨が降ってきた時の車高によってすごいやっぱ車が浮き上がるじゃないけど、なんかそういう怖いって言ってませんでした、誰ですか、全員ドライバー聞いてないですか、終わった後聞いてないです。いやでも本当にもうやばい状況だって言ってましたよね、あの赤旗が出る、うん、前が見えないの、あだってサファリあったじゃないですか、はいはい、だからサファリも途中で中止なっちゃうんですか、ね、はい、あれだってバスの運転手が見えなかったって、そら中止ですね、そうバスの運転手さんがもうドライバーからもこれバス危ないんじゃないのっていうのは、うん、多分 GTM 聞こえてたんですけど、最終的にはバスがもう、あ、そう危ないと、もうワイパーが、でバスの人の運転手の判断で中止になったんです。そうなんですなるほど、そうなんです、だからそれ以上に300キロ出てたらね、きついです。だからここでまた1000キロで雨が降ってきたらどうなるかって分かんないですけど、そうですね、まあでも普通に考えたらミシュラン来ます、桃川の予想ちょっと聞いてみましょう。また18とかでもまた来そうじゃないですか、うん、あとね3人がタイヤテストで早かったんです。あ、早かったね、ドライも良くなってたよね、トップでしたよね、そう、あ、まあ、うんうん、なんかあれでしょ、やったでしょ何やったんです、なんですかね。いやだからさっきモモンが言った通り、あのホンダ戻した方がいいって言ってたよ、ね、いや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 、あとですか、だってあんなの重り13キロ軽くしたあんな冷却変えてあんだけ速くなったんで戻した方がいいって言ってたじゃないですか、はい、あのホンダ開幕戦と全然違うって言ってたもうあれエンジンでも3機目ぐらいじゃないですかね。いや、1機目です、まだ2機目、俺らでしょ、俺らも今回の富士から新しいエンジン、で今後富士と1000キロ、うん、でタイまた違うエンジンという予定なんですけど、ホンダは何そのエンジン同じであんな冷却だけどあんな速くなるんです、なんかやってないなんか言ったんだよ、でも300キロ出るからね、そうです、あ、ダンロップ来るかもしれないですね、はい、でブリッジで、でも1000キロはその速さよりも300の処理と、うん、まあ、実際何が起きるかわからないんで、総合力的な、そうですね、うん、でイメージ的になんかインパルとか1000キロ結構トム強いイメージ、トムスとインパルが比較的なんか強いイメージかなと思うんですけど、うん、なるほど、どうですか、モモモの予想は、うーん、18? 18? 来ないですか、マコビッキー、うん、はい、ね、マコちゃんでもすごくないですか、え、今まで車さんが何で戻ってきたんだよねって感じじゃない、え、何嫌なんですか、え、だってなんか家族の都合でって言ってたじゃん、あ、まあまあそうですね、嘘じゃん、いや、あ、じゃあダメ、ダメです、ドームか、ドームほらドームとこうじゃないです、いや違う、だからトヨタにフードを売るからちょっとお金がっぷり入ってたら、マコちゃん払えるじゃん、交渉開始です、あ、開始か、開始、まあ、買っちゃうでしょ、だってね、ああ、ね、そしたらやっと俺らの車もう早くなんじゃないですか、フードかけてってあんまり聞いたことないから、これドーム独り占めできるか、逆に俺の車が18号車とかになっちゃったら困るんだけどね、ドーム、ドームみたいなイメージになっちゃったら、だからどうなんだろうね、ドームね、そうするとなんかホンダワークス僕なくなっちゃうってこと、わかんないっす、トヨタがね、フードの、
フードかけてもらってるんじゃねえか。ピラピラピラってつけて、モモンガの、モモンガがもし人魚になったらどういう感じになれるか。いやいやいや、怖いです。すごいよね、あれ風。すごいですね。ちょっと一回行ってみればいいじゃん。え？すごいなんかピラピラピラってつけて。モモンガの、ダメ？なに？コングレと一緒に。なんでコングレさん出てきた？二人並んで、フード。ドームの皆さん聞いてますか？林みのりって誰でした？いやいや。あ、呼び捨てした？呼び捨てないです。何も喋ってないです。ないです。そうです。まあ、ということでね、1000キロの予想は、じゃあ18。もう一度考えていいですか？そうですね。はい、じゃあ、その続きは第3部で。はい、そう、3部いいんですか？3、4、5、今日 5部まで。めっちゃやりますね。5までやります。3部でいいですか？3部で。3部で、じゃあ、その続きは第3部で。